皆さんこんにちは、マメイルヒトユキです。今日は日華ウイスキー宮城郷蒸留所の蒸留所見学についてお話ししたいと思います。日華ウイスキー宮城郷蒸留所の見学なんですが、コロナウイルス感染拡大の影響で2020年2月の半ばぐらいから見学が休止されていました。5ヶ月ほど経った2020年7月17日明日なんですけれども、明日から蒸留所見学が再開されるそうです。それで見学休止前の2月の初めに、見学に行っていましたので、その時の模様をお送りしたいと思います。行った前日から急に雪が降って、当日も雪が降っていたので一面雪景色になっています。蒸留所内は動画撮影が禁止で写真撮影は OK だったので、蒸留所内の映像は静止画になっております。字幕で簡単な解説もつけていますので、よかったら見てみてください。それではどうぞ。
いかがだったでしょうか。蒸留所見学とても楽しかったなと思います。なお見学には事前の申し込みが必要です。詳しくは日華ウイスキーのオフィシャルのホームページをご確認ください。コロナウイルスの影響はまだまだ各地であるわけなんですが、全国各地の蒸留所に不安なく自由に出歩けるようになればいいなと思っています。今日はご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画で。バイバイ。